え、汚っ。洗ってよかった、本当に。お水がさ、ほら汚い。いやね、もうね、愛着がすごい湧いております。ただ伝えたいだけなんだなんだ。イエモーシュラベです。さて皆様、本日もラベさん家へようこそな感じなんですけれども、セーターを購入して今度毛玉を取ろうって言ってたじゃないですか。で、僕インターネットでいろいろ調べたんですよ。そしたら毛玉を取る方法がたくさんあったんです。100均で買ったこういう毛玉を取る機械だったりとか、カミソリ、スポンジ、紙やすり、でも一番なんだかんだで一番いい方法ってやっぱりハサミだよねみたいな感じがあったりとかするので、じゃあ実際にどれが一番毛玉取れやすいのっていう正しい毛玉の取り方をお伝えしようかなと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは毛玉取り行ってみよう。はい、それでは実際にやっていきましょう。最初の段階を見せますね。すごいケバケバなんですよ。やっぱり古着屋さんで買って状態はいいかって言ったら良くはないです。すごいケバケバ、わかるかな。わかるよね、この辺。最初の予想はね、やっぱりこういうのはね、先にねこうチョキチョキと切ってった方がいいと思うんですよ。でもインターネットでネイバーでまとめられていた中で一番いいのはなんかこれっていう言い方だった。ちょっとやってみようと思います。なのでそうだな、このポケットから下、ポケットから下をこうやってやってみます。あのね、わかんない。これは、いやー、これはあんまりおすすめできないぞ。特に綺麗になった感ないよね。じゃあなんならちょっと粗くなってる感がちょっと強い気がする。じゃあ次、カミソリ。これも100均で買いました。あ、これすごくいいよ。ここ溜まってるんです。上にあった毛玉がこうやってこう撫でていくことによって、上の余分の毛玉がね、ほらダマになって、え、すごくない？今んところね、スポンジより断然こっちの方がいい。あ、全然違う。全然こっちの方がいい。こっち側にもできました。ほら。じゃあ、次は、紙やすりいいのかな？あ、いや、あ、これね、怖い。引っ張られてる感じ。この余分な毛糸もなんかこう、削ってる感じがするから、怖いっす。最後はこの、100均で買った、毛糸取り。なるほど、皆さん。あんまり前に進んでる感がない。多分ね、入んないんだと思うんだよね。穴がちっちゃいけん、入らんのかもしれん。全部やってみて一番いいのはこれですね。ただ、最後にやっぱり、ハサミ。すげえ地道やけどね。ハサミがいいかも。途中報告をします。こっち側がハサミでやった方で、こっち側がこのシェービングでやった方なんですけど、シェービングはこういう薄い、なんかちょっとケバケバしてる薄いやつをこうやってまとめて取ることができるんですよ。ただこのシェービングをこうやってやっていくと、ウールのねこの毛糸が一気に結構持ってかれちゃう時もあるんですよ。だから一番最初にこの上側の薄いやつをこうやって撫でてこうやってまとめて、こうやって集めて薄いやつを集めて、最終的にこいつでハサミで切るっていう方法が一番いいんじゃないのかなって今途中までやってて分かりました。今からやるのはこの腕ですね。腕見えます？ほら、すっごい全体的にすげえケバケバしてるでしょ。はい、というわけでございまして、出来上がりました。こちらのセーター綺麗にしてみました。最終的にやっぱり一番いいのは、ちゃんとするんやったらハサミがいい。なんでハサミがいいかっていう言うと、こういうところさ、こうシェービングやとさ、そのもちろんその上の方のちょっとちっちゃいなんか細々しいやつはうわーってバサーって取れるって、それはすごくいいっちゃけどね。とはいえやっぱりそのちょっと引っ張られるっちゃん、こういう毛糸が輪郭を、やっぱりこのこういうさ、輪郭を出した方がいいと思った。こう切っていくことによってね、なんかある程度綺麗になったんじゃないかなって思います。でもこれで本当に毛玉を取っただけで、あなたこの服は綺麗になったんですかって、ちょっと待ってくださいと、大切なことを忘れていませんですかっていう、洗濯ですよ、洗濯。でも洗濯ってさ、めっちゃ怖くない？だって縮んだりするかもしれんみたいなあるやん。え、けんちょっとですね、このウールの
洗濯の仕方を皆様に紹介しようかなと思います。あ、そうそう、ちなみにね、ちなみにちょっと見せるの忘れてましたけど、ほらやばくない？こんなに取れたよ。この分綺麗になりました。素晴らしい。それでは早速やっていきましょう。まずこのセーター畳みます。畳んだら糸をご用意してください。このネットの中にこいつを入るか、これ入れますね。入れていく。入りました。それではここから洗っていきます。さあ続きまして実際に洗っていきます。洗っていくんですけど、おい宝部と、なんでお風呂を入れているんだいと、なんでこっちに浴槽に水を入れてるんだいって思ったでしょ。お風呂入るの？お風呂は入りません。理由があるんですよ。ここに水を張ったんです。水を張ったんですけど、こちらのほらセーター入りません。入んないんです、大きくて。なのでちょっと急遽こっちで洗います。まず中性洗剤を中に入れていきます。入れて、でお水なんですけど、やっぱ冬やけんさ、寒いやん。やけん寒いけんってさ、お湯にしがちやん。こうやって洗いたいの、こう 手が冷たくなるけんつって。でもお湯やったらね、縮んでしまう可能性があるけん、まあ、30度以下ぐらいがいいらしいですね。ほんで今から押し洗いしていきます。でこれすすぎの時間込みでだいたいなんかね10分ぐらい。で洗いに5分、すすぎに5分かな。ゴシゴシしなくても、こうやって上からこうやってポシポシって押すだけでね、しっかりね汚れは取れていくらしい。優しく優しく、男子はもう女性を扱うように押し洗いしましょう。え、汚っ。洗ってよかった。本当にめっちゃ汚いよ。お水がさ、ほら汚い。皆さんゴシゴシせんといかんじゃないかいなって不安に思ったりする人もおるかもしれんけど、このくらいでいいけん。バリ汚いね。柔軟剤を少しだけ入れてすすいできます。続きまして、脱水させます。脱水させるときにボールを一緒に入れちゃいます。裏技で聞いたんですけど、その脱水の時にそのテニスボールがこういい感じにコンコンコンってセーターに当たってね、こう繊維を柔らかくしてくれるらしいの。なんかほぐしてくれるらしいから、だから入れておきます。で長さ的には30秒から1分、それ以上すると絡まっちゃうみたいですね。7分になりました。止めます。続きましてバスタオルを引きます。よいしょ。こうやって伸ばしておきます。皆さんついにやりきりました。長かった。所要時間はなんと驚愕の2日間でございます。洗ったんですけど、もう乾かないんすよ。全然乾かないけど、干しちゃうと伸びちゃうから、ずっとね下に引いてタオルでなんとか乾かして、ある程度乾かしてからハンガーに干して、なんとか乾いて今来ておりますけども、いやね、もうね愛着がすごい湧いております。もう入念に毛玉を取って、入念に洗ってっていう風にしたから、もうねかなり愛着湧いてて、買ったばっかりの時に紹介した時はね、もうよーく見たらわかるけどすげーケバケバしとった。でもねほらハサミで切ったけん輪郭もできとうしね。こっから言うのは俺の予測なんやけど、こうやって押し洗いして、でタオルで引いたやん。上からもバスタオル引いてからね、アイロンをちょっとだけこうやってかけたりしちゃった。けんこう綺麗に押されてからさ、柄がよく見えるようになったんじゃないかなって思います。どうでしょうか。後ろもどうだ。思ってる以上にさ、思ってた以上に出たよね汚れが。あとねこれね、前着とった人なんやけど、これ見えるね、こういう木の なんつうとかな、草とか木の枝みたいのがね、ちっちゃいのがめっちゃ入っとったりするった。お前登山家なんていうぐらい。これも入念にこうやって取ったけんね、めちゃくちゃ愛着湧いてます。セーターの洗い方とかわからんとかいう人とかおると思うんじゃんね。でこれから一人暮らしするときにさ、クリーニングってバリタケじゃん。俺初心者やけどここまでできたけん、もうぜひやってみてください。本日の動画は以上でございます。もしいいなと思っていただけましたら、高評価とチャンネル登録をぜひするのだ。そしてついなんか他の動画とかも見漁るのだ。 ありがとうございました。皆さんのお帰りをまたお待ちしておりますよ。それでは最後のご挨拶、グッバイ、さよなら、ザチェン、アディアス、バイバーイ。